昨日話した通り、フラットハンドが我々の制圧エリアを離脱した。移動したって言ってましたもんね。ええ、けど今後の動きを推測できる材料ならいくつかあるわ。先の戦いで撃破したフラットハンドの移動ポイントとは被らなかったこと、離脱経路も確認できたところまでは直線移動だった。それらから推察できることは、フラットハンドは2体で役割が重ならないように定期的に移動していると考えられるということか。その通りよ。撃破済みのフラットハンドの移動は2箇所交互に移動していた。この個体もそれに倣っているようね。なんか反復横跳びみたいだな。なんてわかりやすい例え。フラットハンドが2体出現した理由って何なんだ。有力な仮説は、種族全体で同型を作って開発設計にかかるリソースを下げようとする説よ。実際同型は大量に存在しているし、個体ごとに設計目的も見て取れるわ。フラットハンドだけで見れば、他のキャンサーにはない特異性から試作機のような意味合いとして運用している考えもあるわよ。試作機で運用テストを行い、生き残った正式採用機で大量生産を開始と考えるのは合理性があるわ。おっかねえ話だな。西日本の奥にはあんなやべえのがゴロゴロしてるってことか。そうなるわね。それと地形変化については、フラットハンドが停止している地域と連動しているわ。予想通りってわけか。原因は？石膏部隊の調査や観測機器の結果を研究所が徹夜で解析したけど、まだ不明。少なくとも罠ということはなさそうだ。研究所は何らかのエネルギーを収集した結果との仮説をもとに調査しているわ。調査報告書によると、地下奥深く熱水系とマグマの膨張量が著しく、地形隆起を促しているとの説が有力よ。地殻を突き抜けてマントルまで達する深度まで作用した結果との分析もあるわ。本当にキャンサーって生物かよ。理論はともかく、膨大なエネルギー量を蓄えていると見ているわ。その前提で警戒しなさい。茅森さん、また難しい顔をしてるけど、わからない言葉でもあった。特異性、そのものに備わっている特殊な性質のことです。わかりましたか？はい。もう一つ情報があるわ。観測班からフラットハンドの移動で観測できない箇所があるのよ。光学系電波系探査ではどうしても限界があるわ。確かに前も神出鬼没だったな。あと、どうやらフラットハンドは特殊な移動をしているみたいね。特殊？光学装置以外での観測を実施したら、数種類の電磁波をキャッチしたわ。研究所からの報告では、移動時のみ発生していることが分かっただけで、詳しいことは不明よ。新しい情報が分かれば知らせるわ。なるほど、よく分からないけど了解。それで予定通り今日の作戦も続行ですか？ええ、オペレーションアルゴルは続行。フラットハンドが戻らないうちに兵器の設置を急ぐわ。できることはやっておかないとね。昨日伝えた通り、今日はポイント F に向かってもらうわ。現地の状況は昨晩石膏部隊と七瀬が調べてくれたわ。彼女から聞いておいてちょうだい。イエスサー。あら、私はいつ男性になったのかしら。先塚哲という名前から。手塚咲だ！とっとと行ってこい！このノリとっくの昔に終わったと思ってたぜ。
んか前よりひどくなってる？罠はないって言ってたけど本当に大丈夫か？慎重に進もうぜ。よし、牛歩戦術で攻めるか。ただ遅いだけで慎重ではないからな。強力なキャンさんがいるかもしんねえんだろ。気は引き締めていくぜ。慎重にな。敵です。慎重に行きましょう。ゾクゾクするな。祈りを捧げる前に殺す。悪くない。これはこれで面白いな。おいしい獲物がここにいますよ。天空大陸の決まった産業。私に任せろ。耐久性はそんなものか。やれやれだな。悪いが一人用だ。あなたの人から倒しますね。私は研究の足しになろう。役に。ねえねえ。レモン味のエネルギーバーなかなか来ないんだよね。いきなりなんだよ。定期的には回ってくるだろう。そう？私はよく当たる気がするけど。おたまおたまだろ。はい、呼びました。しかも2回も。いけね、言い間違えた。たまたまだろ。意識しねえと不可能な言い間違えだからな。わざとだろ。まあまあ、やるときはやるから任せて。ほんと頼むぜ。慎重にな。
けろ。さすがです。祈りを投げる前に殺す。ここは大島一子にお任せください。さて、どんな気持ち。頭が冴えてきました。研究の邪魔です。楽しそうだな。なるほどなるほど。力を助けようぞ。有用なようだな。研究の邪魔です。よっこらショット。耐久性はそんなものか。やれやれだな。さて、どんな結果になるかな。あなたも今日から大島家の一員。危なそうね。緊迫した戦場の空気、ユッキーが壊した。お前がだわ。油断してるとほんとやられちまうからな。
ちゃん頑張ったよ。何かありますよ。慎重にな。よっしゃ。ちゅうか、草原に出たの？もうすぐ設置場所だけど、視界が開けてるのは歓迎しねえな。大丈夫、私がしっかり見とくから。私もです。なんでだろう、不安にしかならねえぜ。止まれ、敵よ。禁止か。できれば迂回したいところだが、設置場所に近すぎる。やるしかなさそうだ。ルカ、敵の情報がない。普段より防御寄りの意識を持ってくれ。了解、行くぞ。
肩慣らしにもならないぜ。猫の日向ぼっこ装備。気が抜けるからそう呼ぶのやめなさい。たどり着けたんですね。助かった。周辺に敵影はないみたい。さっさと設置してしまいましょう。よし、軌道を確認。2回目だからスムーズにいったな。見ていたけどさっぱりだわ。情報員、本来お前がやれてもおかしくない作業だからな。え、もしかして終わってる？せめて起きてはいてくれ。さてと、私は樋口に報告してくる。今日もなの？ああ、兵器の設置でフィードバックが欲しいんだとさ。突貫で作ってるからまだ甘いらしい。設置が終わったってのにユッキーは大変だな。本来はお前の仕事だからな。じゃあユッキーが戻ってくるまで解散としよう。先に帰ってると言われなくてよかったよ。そこまでカレリンやおたまさんたちが冷たいわけないじゃん。お前一人なら帰ってたんだな。寂しいわ。嫉妬ね。ちげえわとも言い難い状況で困るわ。じゃ、行ってくるな。行ってらっしゃい。今日は他の部隊も来てるんだな。ユッキーを待ってる間に話しかけてみるか。わっ、キサビ。ヤマンチ様、ここから飛び降りるでっけ。いい度胸だね。ただ気をつけるんだよ。だろうこれ。保管している資材です。野営地とイージスタワーで使用します。防壁用の資材や医療器具、生活用品など様々な備品を管理しています。
さて、何を手伝おうか。普通の武器はキャンサーには効かないけど、用意してあるんだな。セラフ部隊以外の人たちが注意をそらすために使ったり、私らの支援をしてくれるのか。自分がナービーであることも知らずにさ。そんなみんなのためにも手入れくらいしてあげたい。すごい、ロケットランチャーがある。バスーカも。あ、イチゴたちが持ってるような銃。念願の銃に触れた。ずっしり重たくて冷たい。これが本物の武器ってやつか。しっかりと磨こう。セラフ部隊員に重火器の手入れをしてもらえてる。ご利益がありそう。ありがとうございます。私たち頑張ってバックアップします。ううん、こっちこそ。いつもありがとね。味方の士気が上がった。そろそろ戻るか。お疲れ様でした。お待ちしていました。ナナミン、今日も無事に帰ってこれたよ。おい、なんか表情が硬いぞ。フラットハンドの脅威が低下したため、クラさんの葬儀を急遽行うことになりました。そうなの。もうすぐ始まりますので、三一への皆さんも移動をお願いします。ずいぶん慌ただしいわね。できる時にしておかないといつになるかわからないので。そりゃそうか。みんな行こう。葬儀場へ行こう。こちらです。どうぞ。総員、頭中。第30G 部隊、倉里美隊員は激戦区を駆け抜け、我々に多大な功績をもたらした。彼女の作戦実行能力は、部隊、いや、全軍にとってかけがえのないものだった。我々は彼女の意志を継いで、必ずや人類に安寧を届けなければならない。なんか複雑な気分になるな。ナービーはまだ生きてるしな。葵だってそうだ。あのナービーたちの中にいるはず。きっとこれまで敗れ去ってきたセラフ部隊全員がな。ふん、とんだ茶番やな。めぐみ、死ぬってなんやねん。命ってなんや。うちは生きとるって言えるんか。まあまあ、めぐみさん、こういう場ですし。めぐみんの気持ちもわかるけどさ、私らの知ってるクラッチにはもう会えない。それだけは事実だ。うん、もう会話すらできない。意思の疎通すら。なん
でそこまでして戦わなあかんねん。人間なんかのために。やめろ、誰かに聞かれたら処分者の話だぞ。ふっ、そうしてくれた方が楽でねえかもな。喜劇すぎて笑えてくるで。超重用意。あれ、メグミンは？先に行ってしまいました。私も追っていいですか？もちろん、頼むよ。おたまさんの話ならきっと聞いてくれる。了解です。いろんなことが続くな。これからどうするの？帰るの？私は研究棟で、井口に今日設置した兵器のリンク状況を聞いてくるよ。さっき葬儀会場にいたしな。だから気にせず戻ってくれ。たまにはリフレッシュも必要じゃない？だったらこの3人でカフェテリアでお茶としゃれ込もうか。いいわね、行きましょう。うん。聞いていい？もちろん。どうやって心を立て直したの？それはルカさんに手伝ってもらって。別に私は何もしてないよ。思いついたことを言ってみただけ。それが効いたんじゃない？あの、私も前に進むために話したいことがあるの。え？私だけずっと黙ったままここまで来ちゃった。これ以上は無理。ん？何の話？カレンちゃん事件の真相。そんな、無理しないでいいよ。ううん、話す。話させて。私はゲームが得意なだけの普通の女子高生だったって過去を説明したけど、それだけじゃなかったの。その学校では、先輩たちがあるグループを組織していたの。金銭を受け取り、女生徒を斡旋する。え？行き過ぎたスクールカーストが存在したの。上位の人間からの命令に、下位の人間は逆らえなかった。私も同じ。私の番が来て、斡旋しなくちゃいけなくなった。よりにもよって、その子は私の友達だった。彼女を廃工場にまで連れて行った。そこには、男たちが待ち受けていた。地面には、鋭利なガラス片が転がっていて、そこからの私の記憶はない。気づいた時には、自分の手や服が血まみれだった。私は気が動転して必死に逃げた。翌朝、緊急の全校集会が開かれた。重苦しい中、生徒たちに告げられたのは、そのグループのメンバーが鋭利なもので刺されて失血死したこと。間違いなくやったのは私だった。でも、やった時の記憶はないまま、それを無自覚に繰り返して、気づいたら、そのグループを壊滅させていたの。
それがカレンちゃん事件の真相だというの。カレリン、どうした？逃げて、カレンちゃんが来る。いや、飲まれる。何言ってんだよカレリン。体調が悪いなら一回部屋に戻って。うわ、びっくりした。なんだよカレンちゃんかよ。待って、ルカさん、様子が変よ。これまでのカレンちゃんと違う。危ない。狂気に、みんな逃げて。なんで、来ないで。殺す、殺す、殺す。その絶望の表情、もっと怯えろ、命乞いをしろ。だとしても許さんがな。殺意が私たちに向いてる。どうしてだよカレンちゃん。殺人鬼なのだから当然よ。衝動のままに殺すなみ。ちゃんと説明してくれよ。わしは人を殺すことで快楽を覚える、それだけのこと。意味がわからない。カレンちゃんは朝倉さんが無意識に人を殺すために生まれてきた別の人格。その事実を私たちに説明して受け入れてしまった今、朝倉さんは殺人鬼として自己を認識、カレンちゃんに上書きされてしまった。つかさっち覚醒した。だから今のカレンちゃんは本気よ。私らが死んだらカレリンも悲しむよ。心配するな、もはや朝倉がこのわしなのだ。貴様の言うカレリンなどは存在せぬ。そんな、嘘だ。なんで久々に人型の獲物はやれ、楽しみ。少しでも躊躇したら殺されるわよ。と言われてもどうしたら。いっしゃー、こっちよ、来て。うん、すばしっこいやつらよ。こっち。うん、ちょっととそんなのだ、かっきらせろ。次はこっち。うん、追いかけっこでわしに勝てると思うなよ。なんたってこちとら本物の鬼なのだぞ、殺人鬼という名のな。1対2なのに逃げ続けるのが精一杯だよ。大丈夫かつかさっち。なんとか。体力も尽きてきた頃か。なんだこの感覚は。視界がぐるぐる回るぞ。なんだこれは。形勢逆転ね。私もなんだか気持ち悪いんだけど。だったら布を口に当てて。毒でも巻いたか。これよ。なんだそれは。いつも持ち歩いている香水の噴霧器。香水にもアルコール度数の高いものがあるの。それをあなたを取り巻くように噴霧して回ったの。それでどうして。あなたが殺人鬼として世間を騒がせていた当時、少し身辺を調べたことがあったの。貧困法制、成績優秀と火の打ち所がなかった。それがどうにも下せなくてね。両親の DV を疑ったのだけど、そんな事実は一切なかった。
でもね、その過程で知ったことを今思い出したの。あなたの両親は一切お酒の飲めない下戸だったってこと。そこから弾き出されるのは ND 型か DD 型、つまりあなたもお酒には弱いって可能性が限りなく高かったってこと。難しくて何言ってるかわからないけど。なんて屈辱よ。あなたの負けよ、カレンちゃん。気づいたか、カレンちゃん。いえ、カレンの方だけど。よかった、カレリンが戻ってきてくれた。ええ、何があったかはカレンちゃんから聞いた。司さんに倒されたって。え、私？そうだよ、司っちだよ。覚えてないの？覚えてるけど、あのカレンちゃんを。私すごい。カレリン、体の方は大丈夫？ええ、大丈夫。私はちょっと気持ち悪いけど。でも、私、司さんとルカさんを殺そうとした。まあまあ、そんな気にするなよ。カフェテリアにいた人やスタッフにも謝っておいたし、みんな無事で結果オーライってやつじゃん。さっき、昔の話をしてるとき、どす黒い感情に飲み込まれていくのが分かった。辛かったこと、悲しかったこと、人への憎しみや怒り、そういうものが私の中には渦巻いている。カレリン、いつまたあんな感情に飲まれてしまうか分からないけど。司さん、あなたがいればそれを任せてくれる。どういうこと？あなたがいてくれたら、私は今の私のままいられるってこと。ただカレンちゃんは、司さんに負けた屈辱のあまり、いつか殺したいって言ってたけど。何その恐ろしい発言！じゃあ私がカレリン担当で、司っちはカレンちゃん担当で。そんなの無理よ。無理無理無理、殺されちゃう。いざとなったらロケット開けて覚醒したら大丈夫。また任しちゃえばいいじゃん。そうできるといいのだけど。時に狂気的で、時に無軌道で、時に闇に飲まれて、それでも私はそんな私自身を受け入れて進みたいの。そんな私だけど、司さん、お願いできる？私？もちろん、そう伝えてるつもり。はい。よかった。ういういしい中学生の告白みたい。咲かさないで！大怖。ありがとう。だったらこんな私でも、前に進んでいける。よう、めぐみ。
わからん。何がさ。自分の言うメグミンちゅう存在や。メグミンはメグミンじゃん。さらにわからんなること言うな。メグミン。最高じゃん。そうでしょ。行くぜ。力を。くー、いいね。暗い夜の世界にようこそ。永遠の眠りのキスを終えた。全て私の計算通りね。あら、データを取る前に。こいつは効くぜ。一定よしです。うん、くそ。どうしたものかな。勇気ちょうだい、妹たち。そう、どうだ。勝負はこれからです。
かも今日から青島家の一員。ルカちゃんウィン。どんどん行くぞ。ありがとな。これでドームの住民も安心できるはずだ。今後も討伐任務が発令されたらリンネで連絡するからよろしくな。期待してるぞ。一緒にお風呂入りませんか？
気分がリラックスしますから。お二間さんが頑張ってくれてる。別にリラックスせんでもええ。疲れも取れますから。疲れたままでええ。頑張れお玉さん。汗臭いままでは自分も不愉快では。それはせやな。さすがにそれは自覚しとったわ。寝るとき自分くっさーってなってたわ。入って綺麗にしましょう。皆さんももちろん付き合うぜ。なんでやねん。別に誰に見られようとも構わないじゃないですか。構うわ。こんなご時世や、うちらの裸で元気になってくれる人間がいてくれるんやったらうちゃええでとまで言ってたじゃないですか。くそ、せやったな。方が早く終わるぞ。いや、自分でやった方が早終わるやん。いやいや、みんなで洗った方が早いって。まずはたくさんの泡を作るところから始めるべきね。手伝う。自分ら何する気や。その手なんや。なあ、部隊長命令だ。めぐみんを懇切丁寧に洗うぞ。了解です。私はやらねえぞ。うちの舞台でこんな盗撮撮れてんのみんな初めてや。ちょ、離せ。うわあああうわあああ、もう勘弁してえな。誰やおっぱい洗ってんの。素手やったやろ。私じゃないぜ。絶対自分や。あんまりひでえ目に合わせてやるなよ。怪我された気分や。ま、寝て忘れるこったな。最近こんなんばっかやないか。